にちは、まいです。今回は梱包動画なのですが、その前に一つお伝えしたいことがあります。昨年の7月に動画の投稿を始めてから約8ヶ月、ついにチャンネル登録者様が1000人を超えました。ありがとうございます。これからも登録者数2000人、3000人と目指しているので、まだ登録していないよという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてこれからも頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。今回は3月にフリマアプリで売れたものの梱包しています。売れた数が6点ということで、かなり少ないです。なのでちょっとね、倍速を落として今回は撮影しています。梱包動画は作業音が好きな方もいらっしゃるかなと思うので、これまではナレーションなしで動画を投稿していたんですが、今回はおしゃべりしながら動画を進めていきたいなと思っています。ナレーションなしかあり、どちらがいいか、よければコメントで教えてください。1点目はショートブーツが売れました。これは以前動画でグレールのブーツ紹介をしていたんですけれども、そこで紹介していたものになります。ただ購入した時のサイズが間違えちゃって、ちっちゃかったんですね。すごい気に入ってたんですけど、ちっちゃかったので新しいサイズを買い直しまして、でこの足のサイズに窮屈な方を出品したところ、すぐにご購入いただきました。通販だとこのサイズ選びが難しい。もちろんね、サイズが合わなかった時の交換対応っていうものはあるんですけど、到着してから1週間以内に連絡しないといけなかったんですが、もうね、箱が届いてから2、3週間そのまま部屋に置きっぱなしだったので、交換対応の期限も過ぎちゃってたので、今回新しく買い直してこちらを出品するということにしています。ちなみにこの足首部分を折りたたんで梱包してるんですけど、これはね、出品時に折りたたんで発送しますという旨を商品ページに記載しています。販売金額は1850円、手数料122円、配送方法はレターパックプラスで配送料が520円、販売利益が1208円でした。今回はメルカリではなくてラクマで売れました。メルカリだと手数料が 10% かかるんですけども、ラクマだと 6% なので手数料が若干お得になりました。それから配送方法はレターパックプラスを選びました。多分フリマアプリを使ってレターパックプラスを使うのは初めてなんですけど、このね、靴を発送できる配送方法で一番安いのはどれかっていろいろと考えた結果、レターパックプラスになりました。匿名配送ではないんですけど、なるべく利益を出したいなっていうところで最安値選びました。厚紙にこの靴を入れるっていうのがすごい、なんていうの、ボコボコしてあんまり見た目が綺麗じゃないなっていうのが引っかかったんですけど、なんとかね、高評価もいただけたので良かったなと思ってます。普段はメッセージカードは封入しないんですが、ちょっとね、このボコボコが受け取り手にとって印象が良くなかったら嫌だなと思ったので、今回はメッセージカードを入れて送ることにしました。2点目はロングシャツです。これはメルカリで売れたものになります。これは 1、2年前に購入してから結局一度も着なかったですね。もったいないんですけど、着方がわからなかったです。ジェンコヘムのデザインになっていて、ちょっとね、着こなしが私には難しすぎたなっていうところでさよならすることにしました。販売金額は1770円、手数料が177円で、配送方法がゆうゆうメルカリ便のゆうパケットポストです。配送料が215円、専用資材が5円の専用シールになります。販売利益は1373円でした。ゆうパケットポストは本当に配送料がお安いのでありがたいです。厚みもね、今回のお洋服は問題なくポストに通りました。
抗菌ティー袋は B4 サイズを使用しています。ちょっとでもね厚みが出そうなお洋服の場合は A4 よりも B4 サイズの OPP を使った方が厚みが最小限抑えられるのでいいかなと思います。そして外袋は大きいサイズの茶封筒がないので紙袋を使用していきます。本当はもうちょっと薄い素材の紙袋の方が扱いやすいんですが、かなりね紙袋のストックもなくなってきたのでこの厚手のしっかりした素材のものを使用していきます。余談ですが今回使用する紙袋はウォッシュというお洋服ブランドの紙袋になります。これはかなり昔にハマってた時期があって、このブランドにその時に買ったものなはずなので、おそらく5年以上家に保管してた紙袋になります。なかなかこういった綺麗な紙袋って捨てられなくて、何かに使えるかなって思って残すことが多かったんですけど、結局使わないまま月日だけが過ぎていってしまうんですよね。だからね今、して活というかこうやってねフリマアプリ頑張ってやってるので、このタイミングを使って積極的に紙袋は使うようにしています。あとは茶封筒よりもこういった可愛いものを使った方がなんとなくラッピング感覚が生まれて、私個人的には紙袋を使う方が好きです。最近はどこも紙袋が有料になってきたので、ストックがなくなってきたのが悩みになってきました。紙袋の梱包が終わったら専用シールの QR コードを読み取って商品に貼り付けてポストに投函して完了です。次にマウスパッドが売れました。これは昔 Amazon で2枚セットのものを購入して1枚しか使わなかったので、1枚だけ出品したら売れるかなと思って出品したところ、数日経った頃に無事売れました。直径サイズが約22センチのマウスパッドだったので A4 サイズの OPP 袋にぴったり入りました。ただ保管している茶封筒の中で一番大きいものに入れようとすると若干幅が入らない。で今回は定形外郵便で送りたかったので、あんまり重量を出したくなかったんですね。なのでちょっと紙袋を解体して折り紙工作をスタートしています。販売金額は330円、手数料が33円、配送方法は定形外郵便の規格外で配送料は140円、販売利益が157円でした。3月は匿名配送のメルカリ便を使用するよりもなるべく最安値の発送方法を選ぶようにしました。そのためレターパックプラスであったり定形外郵便を選んでいることが多かったです。定形外郵便の場合配送量に大きく左右するのが重量なんですね。なのでいつもだったら紙袋を使ってるところなんですけども、なるべく重量を抑えるために茶封筒を使っています。こうやって切り貼りしてるんですけど、テープも使いすぎるとそれも重たくなってしまうので、なるべくテープは最小限に、いつもなら OPP テープを使うところセロテープを使用するという風な工夫をしてみました。フリマアプリへの出品や梱包発送作業ってかなり手間がかかると思うんですよね。手間がかかるのに今回みたいに販売利益が100円や200円しか出ないっていうのは割に合わないと思います。これだけね割に合ってないのになぜフリマアプリを利用してるかというと、単純に使ってないものを捨ててしまうのはもったいない、また使いたいという人に使ってもらいたいなっていう思いがまずあります。あとは金銭事情がシビアだからですね。正直貯金がたくさん溜まってたらこんなことはしてなかったかなと思うんですけど、まあいろいろと諸事情がございまして、かなりね貯金が危機的状況になっているので、お小遣い稼ぎという意味も含んで今フリマアプリを積極的に利用するようにしています。またね諸事情っていうのはお話いつかできたらいいなと思ってるんですけど、まあ、そんな感じで今年に入ってからは積極的に捨て活をするようにしています。そんなことを言ってる間に4点目の梱包作業に入りました。販売金額は440円、販売手数料が44円、配送方法が定形外郵便規格内で配送料が120円です。 50g 以内でした。そして販売利益が276円です。
ちょうどいい大きさの茶封筒がなかったので、今回は薄手の紙袋を使用しています。余分な部分はハサミでカットしています。今回も定型外郵便なので、使用するテープは最小限に抑えています。このマスクは楽天で買ったんですが、いろいろとサイズ展開があって、小顔の女性向けのサイズのものを買ったんですけど、もう全然きつかった。全然小顔じゃなかったんで、小顔の女性にお譲りすることにしました。5点目はショートブーツです。これは1番目に登場したショートブーツの色違いですね。こちらも同様にサイズを間違っていたので、新しいものを買い直して古い方を出品しました。梱包方法も全く同じになるので、飛ばし飛ばしで編集していきます。販売金額が1850円、手数料が122円、配送方法がレターパックプラスで配送料が520円です。販売利益は1208円でした。これは1番目のホワイトのショートブーツと全く同じになります。ショートブーツは2点ともラクマで売れました。メルカリとラクマの同時進行で利用してみて、一番に違いを感じたことはやっぱりユーザー数の違いですね。メルカリの方が圧倒的に多いです。なので商品の閲覧数であったりとか、いいね数なんかもメルカリの方が圧倒的に多いです。で、売れやすくなります。なんですけど、偶然ショートブーツはラクマで売れました。今回の配送方法はレターパックプラスだったので、配送料はメルカリであってもラクマであっても同じ金額なんですが、もしメルカリ便であったりラクマで言うと簡単ラクマパックの匿名配送を利用する場合は、全体的にラクマの方が金額が安いです。特に郵便局を利用する配送方法だと安いイメージがあります。例えばですが、ユーパケットポストの場合、メルカリだと配送料が215円、それに対してラクマだと175円です。40円も安く配送することができます。専用箱を使って厚さ7センチまで送れるユーパケットプラスの場合、メルカリだと455円、それに対してラクマは380円です。なのでね、フリマアプリは用途によって使い分けていきたいなと思っています。はい、そしてこれが最後の梱包です。本が売れました。販売金額は600円、販売手数料は60円、配送方法はラクラクメルカリ便のネコポス、配送料が210円です。そして販売利益は330円でした。3月はね、なぜか売れ行きがあまり良くなかったです。出品数も少し少なくはなっていたんですが、それ以上に売れない月でした。いいね数はつくんですけど、そこから先にアクションがないっていうことがなぜか多かったです。動画を見ていただいている方でフリマアプリを利用されている方、3月売れましたか？よければ教えてください。今月最後の梱包に使う資材はジーンズのものにしました。最近ね、メガネを買い替えたので。素材は結構厚めでした。でね、サイズもちょうど良くて使いやすかったです。最後に3月の販売利益を発表します。販売金額合計は6840円、販売利益の合計が4552円になりました。スーパーに1回買い出しに行けるぐらいにはお小遣いができたかな。動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。